アーベラスクラウンは日本の競争馬。主な勝ち倉は1994年ジャパンカップ。日本超競馬としては史上2頭目となる馬の GI 優勝馬。1992年9月19日、阪神競馬場で行われた新馬戦でデビューし、同レースを勝利。生来気象の荒い馬であったために、レースにおいて素質を十分に発揮することができず、 さらに調教中に、見ない勝美を振り落とすなど危険な行動が目立ったために、馬主の笹原が虚勢を決断、馬となった。虚勢後は、気象が穏やかになり、瞬く間に、条件戦を3連勝。その後も、重傷で4度2着になるなど安定した成績を収めるようになった。1994年6月、金社地賞に優勝し、重傷初制覇。秋に入り、 京都大賞店員で重賞2勝目を挙げると続く GI のジャパンカップにも優勝。前年のレガシーワールドに続く2年連続での馬によるジャパンカップ優勝を成し遂げた。その後は故障発症。1年近い休養を経て復帰してからは思うような成績を残すことができず、地方競馬の船橋競馬場に移籍。北斗ベガが勝った1996年の 浦和記念で復帰するも、遺跡2戦目となった1997年1月に、船橋競馬場の重賞、ホーチングランプリカップのレース中に故障を発生し、競争中止。このレースを最後に競争場を引退、その後は乗馬となり北海道の中橋清牧場で、予選を送ったが、2007年6月2日に死亡した。優勝した、ジャパンカップでは、半兄であるグランドフロティラが、 アメリカ合衆国代表として出走していたほか、エルナンドとヨハンク・アッツ兄弟も出走しており、2組の兄弟が走った珍しいレースである。日本のロックバンド、ビーズのイレブンスアルバム、イレブンのジャケットに登場。優勝したジャパンカップの写真を CG で加工し、後続の馬を大きく引き離して1位を独走するビーズイレブンとなっている。 ハンアニにハリウッドターフハンディキャップがちがあり、1994年のジャパンカップでは本場と同時出走を果たしたこともあるグランドフロティラがいる。ありがとうございます。